丸くやっていきます。はいはい、こうやってこう、はい、お見事。こうすると完璧。なるほどね。ダンサーダンサーダンサーです。はい、ということでですね、今回はですね、まあいい感じになっておりますけども、私自身のテンションがいい感じになっておりますけども、あと思考シリーズでございます。今回は一本も飲まない感じでやりたかったんですけども、今回の料理はやっぱお酒に合うので、帰ってきた酔っ払いです。はい、ということでネギ、僕はねネギ大好きです。ネギ星人なので、今回はこのネギを使って至高の一品を、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきますね。まずネギ1本、普通のネギ、まあ 140g ぐらいのものですね。はい、1本、丸々1本使いますからね。はい、そして豚のバラ、これが 90g。 テメイグです。タメイゴが1個。あとはね、まあ調味料は概要欄に書いてありますので、概要欄チェックしてください。じゃあ至高のネギ焼きを作る上で何が重要かっていうと、やっぱりね、全然考えてなかったです。至高のネギ焼きを作るの何が必要だと思う、小雪？ネギだけで十分ですよ。うん、それはそれはネギ星人。ネギ星人。お酒のお姉さん小雪です。はい、あんまり伝わんないネタが。ガッツです。ググってくださいね。あんまり伝わんないネタ。ということで、はい、2人でスーパーになっていきます。はい、はい、スーパースーパー、これとネギ焼きです。あ、美味しい。これ、はい、やってていい？スーパーになった？至高になった？完全に至高になった、うん、じゃあやっていきたいと思います、うん、まずですね、至高のネギ、ネギ焼きって食べたことある？あると思うけど、うん、お好み焼きじゃないのよ。はい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 、何と思ってたの？うん、ネギ焼いたやつ。ネギ焼いたやつ。関西だとネギ焼きってあるのよ。はいはいはい、はい、あれを作るんだけど、うんうん、俺はお好み焼きよりこっちのが好き。うん、これをね作っていきたいんですよ。最初にタレを作っとくと、後で慌てないから、うん、慌てないから、ね、最初にタレ、お醤油が大さじ1杯です。1杯です。はい、はい、でこれね、普通お好み焼きとかってソースで食べるじゃないですか、うん、確かに。うん、でもネギ焼きはね、醤油ベースなので、レモン、はい、レモン醤油で食うのよ。いいね。そうで、これが小さじ、まあ、3分の2ぐらい。はいはい。で、爽やかさと酸味つけていく。で、これ、お砂糖ね、小さじ半分、はい、小さじ半分、はい、ちょっと甘みつける。はいはい、味の素、はい、はい、これで酸味を、酸味？旨味、塩の角を取ります。今日の料理のアシスタントの、なんかアナウンサーの人っぽくして、アナウンサーの人っぽくして、うん、アナウンサーの人っぽく。あ、今日の料理に絶対出れない料理研究家だから。うん、そうだね、うん、ここで小さじ半分です、うん、はいはい、じゃあ混ぜます。はい、混ぜていきます。混ぜていきます。このタレがめちゃうまいよ。へえ、うん、アナウンサーじゃない。あ、そうなんですね。そうなんですよ。こうやってレモン大が完成しました。はい、完成しました。完成しました。はい、ではこの工程に入りましょうか、はい、次はネギを切っていく。あ、ネギを切っていく、うんうん、大ぶりなネギですね。大ぶりなネギですね、はいはい、でこれを全部ね、輪切り、小口切り、輪口切り、どっちでしょうか、うんうん、小口切りに、はい、うん、じゃあ上沼恵美子さんはできるすごい言われてるけど、私すごい光栄なんだけど、あー、手際がいいね。できんのかい。あー、そんなじゃ奥さんが大変でしょ、ね、できんの。はい、ちょっとね、斜めに切ると転がんない。なるほどね。そうそうそう、さっきゴロンゴロン言ってたから、ちょっと斜めに切りましょう、うんうん、こうやって小口切りにしていって、はいはい、今回ねネギたっぷり1本丸々使っちゃうんで。いいね。そうなんだよ。お野菜も取れる。お野菜も取れる。でネギはね、やっぱね、寒くなってくるとね、甘みが増しますんでね。いいね。この青いところも使う。いいね、うん、食品ロス撲滅、うん、そう、食品ロス、そう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 、全部切りました。はい、はい、丸1本。これね、ボウルにこのネギをね、もうネギを全部入れていきます。はい、あ、そうそう、そうだ ねアシスタント感、そう、アシスタント感。 OKOKOK、うん、10g ぐらいを、はい、紅生姜ね、刻むんですよ。ほう、はい、これでこの、生地の中に入れ込んでいく。なるほど、はい、やりづらいよね、私がこうなると。ん？私がアシスタント感出ると、すっごいやりづらそう。俺が、うん、そんなことないよ。あ、ほんと？うん、ここは卵1個。はい、はい、全卵で。はい、全卵。はい、白だし塩ね、小さじ1。うん、大さじじゃないですか。うん、大さじ1。大さじちょいはみ出るぐらい、はい、大さじ強ですね。はい、かつお節です。かつお節です。
もうちょいっすね。うん、もうちょいだね。あ、痛い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 。あ、もうちょいじゃない。もうちょい、もうちょい。はい、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 はい。かつお節は、あの、旨味ね。うん。旨味と香り。うん。紅生姜は酸味と味。うん。ネギはネギ。白のり粉。はいはい。白のり粉を、大さじ3杯。3杯。これが、で、卵と薄力粉で生地を作っていく。うん、なるほどね。でもやっぱそんなに入らないんだね。そう、大さじ3だから、そんな、もうほぼネギ。うん、うん、うん。はいはい。うい、卵全部使えるのもいいよね。そう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 、料理ってなんか絶対卵白残ったりするからね。にゃんぱこ、ほんとにギリギリ固まるか固まらないかぐらいのつなぎの量だよね。先生ほんまにすごいわちょっとぽいんだこの感じ、うん、この感じ、粉っぽくなくなったら、うん、粉っぽくないね。大丈夫そう。ジャム焼いていきましょう。はい、はい、焼きの工程決まったと思います。はい、大事ですね。はい、大さじ1杯です。1杯、はい、はい、まずね、うん、あの豚バラなんだけど、うん、結構お好み焼きだとあの1枚1枚こう長い状態で焼いたりするんだけど、はいはい、これね、あのちぎった方が食べやすい。まあね、普通に食べやすい。そうだね、火つける前にね、もう並べちゃう俺も、うん、へー、うん、コールドスタート。でも、まあ、料理って自由なもんだから、まあね、うん、このちぎったこのね、このいびつなところがもうやっぱいい。で、ここで火つける。はい、中火ぐらいですね。はい、はい、塩コショウ、ね、塩コショウ、うん、軽く、軽くしちゃう。粗挽きだね。うん、粗挽き、うん、粗挽き、粗挽きだ。二人も飲んだろ。飲んで、もう休暇、飲み休暇、乾杯。嬉しい、いつもありがとう。あの片面パリッと焼ければいいから。いい匂い。でちょっとこう周りのね、あのちょっと円形にしてくださいね、うん、これね。はい、でさっきのネギ、はい、入れます。はいはい、こうやって広げながら、はいはい、やっていきます。豚肉の上にね、豚肉の上に、うん、軽くやっていきます。はいはい、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 蒸し焼き2、3分飲みましょう。ウェイウェイ、すごい。でこれね、あのこうなったじゃないですか。はい、ひっくり返すときにね、あのこれ2つ買うんですよ。ほう、はい、こういい、滑らせます。はいはいはい、滑らせてこう、ほう、したらこうやってこう、はい、お見事。こうすると完璧。なるほどね。なんかずるー。わっしょいわっしょい、わっしょいわっしょい、わっしょいわっしょい、お家でわっしょい。でまたまあ数分焼いてね、うん、今2、3分でいいです。はい、うん、いいです。2、3分でいいですわ、えみこさん。だよね、2、3分やて。2、3分でいいぞ、チョッパー。お前ら、本当に海賊なのか。わ、いい匂いこれ完成です。うん、はい、じゃあ、お皿持っていきます。はい、じゃあここにね、しっかり返して。これっすよ。おいしい。最初に用意してたね、うん、これ用意しとくことによって熱々のうちにかけれるんだね。そう、一応全部かけちゃったんですけど、はい、あのこれはもう好みで、うん、はい、至高のネギ焼き完成だ。完成です。できましたので、さっさっさといきましょう。いい匂いがしてます。いただきます。いただきます。はい、いい匂いで飲む酒はうまいな。いただきます。おいしい。うん、生地に味が染みてるっていうよりはネギに染みてる。うん、お祭りだな。豚がパリッパリ焼けてるのもいいね。キャベツじゃなくてネギだから、うん、この酒に合うかも。ほんとだね。これ大好き、うん、大好き花子。サクサクだよ。うん、どっちかっていうとふわふわっていうよりはネギ噛んだ時にジューッて、うんうん、贅沢にネギ感じれる。ブラックブーブー。ん？ブラックブーブー。ブラックブーブー。うん、で、ほら、はいはいはい。うん、うん、急にジャンキー。おいしい、うん、めちゃくちゃおいしい。じゃあこの至高のネギ焼きめちゃめちゃうまい。ぜひ食べましょう。ビール似合います。もうすぐ焼けますか、武田哲也さん。焼ける。誰だよ。だってさ、俺武田哲也さんのものはしたことないじゃん。あるよ。あったっけ。うちのホームビデオに残ってるよ。
酒という字は、お、酒という字は、酒という字は、三水に、なんかこうとっくりみたいな、あんま知識のない武田鉄矢さんが出てきちゃった